ヤクルトの乳製飲料ミリュージュ。スリル満点というより危険ダダ漏れ。カゴはオーケー、ここにオーケー、重ねてオーケー、線のところにオーケー、最後は整理するからまっすぐに重ねてオーケー。どうも、ジュリサイジングホームセンターゾーリンガワです。今日はちょっとだけ浦島根県銀行編をやってみましょう。うちの一番近所にある牛淵の滝、馬淵の滝というのか、ちょっと振り仮名がわからないですけど、とにかく家から一番近い滝で、すごく小さくて無名な滝なんですけど、まあ実際に行ってみましょう。今まで上から見てただけなので、降りてみて滝の間近に行ってみると、ちょっとやってみましょう。ちなみに冒頭の歌は、セルフレジ難民の歌ということで、まあ野鳥エンターテインメントがまたカムバックしてきました。まあ一応 KY 総面の歌らしいですね。でこの勢いでなんかファーストフルアルバムを発売するって言ってますね。なんかその近々、XG より先に発売するって言ってます。なんかそんな勢いでなんか野鳥エンターテインメント頑張ってるらしいですね。まあ、それはさておいて、あの滝を見に行ってみましょう。到着しました。こんな感じで、ちょうど昨日今日大雨だったのでなんか荒れ気味な状況です。じゃあちょっと降りてみましょう。ずーっと見続けると見過ぎになります。君たちはバクバクかい。どんぶらこの軌道はこの泡にあり。この滝ならではの嬉しい地形が作られています。植物の根っことかがむき出しになっていて、まあそんな状況ですね。むき出しになった根っこならあらわでしょう。君たちには湧き水の滴りをプレゼントしよう。こんにちは、僕の名は巨岩です。この泡を食べないでください。決して。この岩に手を加えてはいけない。泡側としては行き場がないだけなんです。それだけなんです。見たまえ、このルートにはゴールがない。この穴は誰用だ。流木の位置から神の意志を知る。滝は自然の裁判所だ。木々たちは滝を守り、音は反響する。絡まってみてから考えようじゃないか。空中で川が氾濫した場合、死にます。どうでしょうか。とりあえず滝を見に行ってきました。やっぱり何かしら良さが伝わってきました。何がいいのかはわかんないです。人間の力を超えてるので何がいいのかわからんけど、とにかくいいことがありました。まあ、この調子で滝は定期的に島根県中を訪問しましょう。まあ、全部いきなり行くともったいないから、まあ、今日はとりあえず家の近所の滝、で今日の放送は2本立てになっています。ここから次のタイトルが始まります。まあ、とりあえず浦島根県はこれでやって、次は座骨神経痛回復お祝い会となっています。ようやく座骨神経痛が完治に近い状態になってきました。ようやく恐ろしい右足の痛みから解放されて体力が回復しましたね。厄年だからかちょっとガタガタしてました。1ヶ月かかってようやくほぼ完治なので、お祝いにこれからママチャリを漕いで、まあ、ご近所を走ります。久しぶりに回復した状態でのママチャリ、これ足痛めてるとですね、足痛めてるとママチャリすら楽しめないです。苦しみながら自転車を漕がないといけないですから。ようやく回復しましたから、まあ絶好調な調子でママチャリを漕げるという、まあ、今日はそのお祝いをやりましょう。お祝いの、ママチャリです。お祝いのママチャリで町内を漕ぎなさい。
パッと見食べたいやつを無造作に選びなさい。今日は回復祝いに車でするべきお買い物もあえてママチャリを漕いで回っています。まあ、無駄に体力を使って体の回復を祝うと。なので必要ない用事までどんどんやっていきましょう。その様を句会として配信します。せっかくのお祝いなのでいつもの公園のさらに隣の公園までやってきました。体力を使いまくって爽やかな、ま、ママチャリビューとなっています。この公園は確か今から約10年前配信した場所です。あのライオンやパンダの遊具が置いてあるあの場所ということで、まあ、知っている人は相当なマニアでしょう。じゃあここでちょっと時間を潰します。この区会の最大の問題は、特にここには何の用事もないです。あのただ体力を使って、まあ、来てみたかっただけと、まあ、腕試しということで、来てます。まあ、まあ帰りましょう。もう帰るしかないです。試合会場はお急ぎ雲、競技種目はお急ぎ雲。公園で取り憑かれたように散歩する秋の人、このビジュアルは綺麗だ。置き時計を保護せし涙ぐわしいまでの努力、燃やした跡が適当。最初はどうなることかと思いましたけど、結構やってみると銀行ができます。隣の隣の公園、よく見るとなかなかに未知の世界があります。じゃあもうちょっと銀行してみましょう。このホースの置き方はかっこいい。滑り台は頑丈。ではこれで間もなく今日の会は終わるかもしれません。良かったところはあそこの懸垂機で懸垂もできました。この眺めもなかなか角度がいいです。富士は若くても老人のように見える。最後に立ち寄るはうちの近所の公園、グダグダに銀行生を。未知のご近所は道路にあった。ラーメンは胃が重たいと思う年齢になりました。